あ、こんばん、こんにちは。こんにちは、さっちゃん、しまくま、ひろくん、よかったや、まぐりくりちゃん、イグニール、サーカス、ちっちゃん。しんのすけ、サーカス。お、ファンタジー北島ジュニー、坂本ちゃん毎日眠い人。竹下ランドセルアットマークおじさん。こんにちは。やばい、広島県出身21歳のホイピコと藤本彩香です。こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちはだ。こんにちは、こんにちは。はい、今日から握手会の受付が始まります。ぜひ来てくださいとしか言いようがありません。ただそれだけでございます。本日の19時から握手会の受付が始まっております。皆さんぜひ会いに来てほしいなという所存でございます。今日も眉毛が描いてないですね。しょうがないです、初見です。こんばんは、ピュア48さん、こんにちは、ありがとうございます。初見さんは嬉しいですね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。昨日は手をつなぎながら公演でした。 DMM で上がっているのでぜひ見てほしいなと思います。15分やるので25分までやったら終わります。昼間の挨拶、はい、今日は何もあれですね、マスクでございます。公演のない日はなるべく、なるべく何にもっていう感じで。救急割りお仕事だって、頑張ってください。それは非常に頑張ってください。頑張ってね。そして昨日は、なんだっけ、あ、ブログを書いて、ブログ昨日上がっているので、まだ読んでないよっていう人は読んでください、お願いします。あとは食面どころ相模さんの動画をお願いだから再生してほしいです。今月中に1万回再生いきたいんですけど、なかなかね伸びなくなってしまったので、私が出ている和食麺の頃相模さんの動画をね、ぜひぜひ読んでほしい、読んでじゃ見てほしいなと思います。1本目の動画をねすごくねパンって1万回にたくさん読んで、あ、見ていただいたんですけどね、2本目3本目がなかなか1万回いかなくて、なかなか難しいんですが、お休みのある方はぜひ読んでほしい、読んでじゃない見てほしいなと思います。また時間があったら、そうですね、実況配信などもしていきたいと思うんですけど、最近は公演続きとかでちょっと忙しくて、なかなかショールームの時間をねたくさん取ることができてなかったので、そう、お願いします。今月中にね1万回再生いくといいなと思います。本当は年末までに行きたかったんだけどね、ダメだった。からぜひぜひ再生してほしいなと思います。そして今日ね、本当にテロップにもある通り、 SK48 のねそういうとこあるよねの
握手会の受付が始まるんですけども、4時までの結果がもう見えてまして握手の販売の公式サイトさんの方で、売れた方は灰色になって売れたよってね、すごい顕著に分かるようなシステムになっていて、 SKE の握手の売り方は4時までに完売した人はそこの部数のところが灰色になっているんですけど、私はそれが一個もなくてですね、でも本当に悔しくてもっとたくさんの方に早く取らなきゃ握手早く会いに行きたいなって思ってもらえてないっていうことなのでね、努力不足だったなと思うので、もっといろんな声に出て、もっといろんなポジションを覚えて、ブログもメールもショールームも頑張って、もっと早く会いに来て早く取らなきゃって思ってもらえるような存在になりたいなってすごい思いましたね。でも販売が終わったわけではないけど、でも同じ9期生でもう完売が4時の時点で、抽選の時点で完売が出ているっていうのは本当にすごいことだし、私はそれに入ってないってことは、まあ、そういうことだと思うのでもっとね、私が頑張れる努力はして、あとはファンの方がそれを見て会いに行きたいなって思ってもらえたらそれでいいのかなって思うので、ちょっと今回は本当にちょっと悔しかったですね、普通にダメだなって思いました。もっとたくさん公演に出て、知らない人にもアピールをして、ショールームももっとちゃんと続けて行きたいなと思いましたね。部数の違いがあるかもしれないけど、でも部数が多い子でももう完売が出てる子だっているし、そう関係なく4時抽選の時点で完売が出ることは本当にすごいことだと思うからそう、私はそう一個もねまだ完売がついてなかったので、完売したいですと言いながらもここまででついていないっていうのはすごくね、自分の努力不足でしかないので、そう人よりも努力して頑張んないといけないような人なので、もっと頑張りたいなと思うので、5時からは本当に抽選ではないので、一人でも多くの人に会いたいなって思ってもらえるような人になって、これからまだ挽回できると思っているので、全完売目指して次は4部1000円をもらえるようになりたいとすごく思っています。そのファンの方だけにお願いするんじゃなくて、今日のメールでも送ったんですけど、撮ってくださってる人には自分で頑張れることもね、昨日のシンポジだったり声のシンポジだったり新しい声を覚えたりとか、そういうところもそうだけど、握手だけじゃなくて全部頑張るうちの握手も頑張るっていう感じなので、そうなのでお願いしたいなと思っています。講演を覚えたりとか、お仕事したり、ブログをたくさん書いたり、メールをたくさん送ったり、文章を考えたり、こうやって時間を取って配信するのは私自身の努力でできることではあるけど、握手券を買って握手に来るっていうのは私の努力では、来た方を楽しませることはできるけど、来てもらうっていうのはファンの方にしか頑張れない唯一のことだと思うので、それ以外のことは私が本当に頑張るけど、握手を取ってくるっていうことだけはファンの方にお願いしたいなって思っていますそれ以外のところでは頑張って自分で頑張ろうと思うので、それ以外のところ握手だけは私の力では、来てくださった分にはすごく楽しませることはできるけれど、来るっていうことはできないので幽体離脱でもできればいいですけども、体が何個もあればいいですけれども、それはファンの方にしかできないことなので、ぜひたくさん来てくださったら嬉しいなと思います。唯一のお願いです。お願いします。5時で追加しますね。ありがとうございます。メール見てる、ありがとうございます。
アバターいただきました、ありがとうございます。ああありがとうございますこんなアバターでよければ。先日の谷先輩の実況見ましたか？見ました、 DMM 配信で。すごいね、谷さんは褒めて伸ばしてくださる先輩で、すごくねなんか温かい気持ちになってもっと頑張ろうってすごく思いましたね。なんかナーヤンとの掛け合いもめちゃくちゃ面白くてすごく楽しかったです。お、大阪に行ってみますって、ありがとうございます。サーカスさん、マスク、そうですね、マスクはすっぴんっていうかあのあれなので、書いてないので眉毛とか。めっちゃ元気です。こんちゃだって、こんちゃ、こんにちは。もっとね頑張ろうね、どうやったらいいのかなって最近はちょっと思いますね。着てほしい服を大阪は考えようと思ってて、一発目毎回決めるわけじゃないけど、明日は何、明日じゃないや、一発目の大阪は何を着ようか、ファンの人と一緒に考えようかなと思ってます。何がいいですかね。そう言うて大阪アートに、そうなんですよ、2週間しかないんです。そうなんですよね。カープユニ姿、あ、カープユニ姿はちょっとあの聞いておきます。来てもいいか、ハッピーこんばんは、初見です、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。ぜひ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 会いに来てください。大阪の販売締め切りは来週24日。そうなんです。そうなんです。この期間に決めましょう。服を、何がいいですかね。一発目はどうしようかな。何にしようかなって思ってますね。何がいいかまた教えてください。メールでもいいし、ショールームのコメントでもいいので、着てほしい服を教えてほしいと思います。2月、そう2月なのでね、まだ寒いんですけど、何がいいか、でも握手会場はめちゃくちゃ暑くて、あの一回マフラーをして去年握手をしますと言ったはいいものの、会場の暖房が効きすぎててちょっとあのそれどころではなくなってしまいましてですね、コートとマフラーをつけて握手をしますと言ったはいいものの、会場の暖房が効きすぎててめっちゃ暑くて、ファンの方もめっちゃ暑くて、半袖に途中からなってた人もいたぐらい、どこの会場だったかな、そうめっちゃね暑くて、ね、暑着すぎるのはちょっとね、寒、薄着すぎるのもあれですけど、結構ねしっかり空調が効いてたりするので、そうそうそう、難しいんですけど、会場によっても設定温度が違ったりするので、極端な服を着るとめっちゃね後悔しますね。ですね、すごい思いました、そう思いました。実は握手会場意外とね、しかも喋ったりとか、ファンの方もループされる方とかは結
構動くから、そうそうそう、お15分経過しましたですね。ありがとうございます。291日連続配信中ありがとうございます。ということでランキング読みます。13番ソノ、2番ジョジョッピー11番さやさやゆかるんるん、10番ぴょっぴ、9番じっちゃん、8番ランドセルおじさん、7番みちんぱぱ、6番ボブ竹久、仕事中なので星投げだけ、今日の4番はドットテンさんですかキーン、3番警察さん、2番ム、1番ケンバチさんです。ありがとうございます。1969人の方ありがとうございますギフトくださった方、コメントくださった方ありがとうございます。今日のあと3時間後ぐらいから握手会の受付が始まるので、ぜひ来てください。頑張るから来てください。2046人の方ありがとうございました。バイバーイ。